明中学校、高等学校は、大阪府大阪市此花区朝日1丁目にある私立、中学校、高等学校。吉川武三郎によって創設され、後に、碇ソース創始者である、木村光二郎へ譲渡された。普通科と福祉科を併設している。またかつては、商業科を設置していた。普通科には特進コース、進学 1、2、3 コースのほか、看護師を目指す看護、医療系進学コース、公務員チャレンジコース、ビジネス、IT フロンティアコース、パティシエコースを設置する。パティシエコースでは、製菓の専門授業も開講されている。また、大阪府の高等学校でも数少ない福祉科を設置し、介護福祉士を目指す福祉コース、保育士を目指す保育福祉コースの2コースに分かれて学習する。2009年度より男女共学の淀野水学院、登明中学校を敷地内に併設し、中高一貫教育を開始した。校歌は、百舌翔平作詞、木田太郎作曲である。1924年3月27日、淀野水女学校として、東淀川区長良北2に開校した。翌1925年には、此花区鳥島町に移転した。1944年5月には、淀野水高等女学校に改編されている。1945年6月1日の第2次大阪大空襲で校舎を全焼した。伝法国民学校、ついで旧足分国民学校跡に仮校舎を設置した後、1949年に現在地に校舎を建てて移転している。ありがとうございます。